こんにちは、シェルプラネットです。今回は以前アップした国産カブトムシの採卵動画の続きです。幼虫が孵化しているみたいなので割り出していきます。採卵動画の後も1週間おきにチェックした結果、トータル105個採卵できました。詳細はこんな感じです。早速一つ目見てみましょう。すでに元気な幼虫が見えています。パッと見2例に成長しているようです。20個あった卵の孵化率が気になります。国産カブトムシの孵化率は約6割と言われていますから、このケースでは12匹が目標です。すべて取り終えました。結果は18匹です。孵化率9割、とてもいい結果です。2つ目以降は早送りでお送りします。このケースは卵27個中25匹取れました。3つ目です。27個中23匹取れました。3個はまだ卵のままでした。4つ目は未孵化の卵が多いのでもう少し置いておきます。今回の結果まとめです。採卵数は105個、割り出した卵の数は74個、孵化した幼虫の数は66匹、未孵化の卵が3個、消えてしまった卵が5個でした。この割り出した幼虫たちはまとめて衣装ケースで管理します。この衣装ケースのサイズは幅40センチ、奥行き50センチ、高さ30センチです。このケースは小さすぎて全頭3例までは飼育できません。ある程度育った段階で数匹ずつ分けて管理します。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。